皆さんこんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、忠内香織です。今日はですね、生まれて初めて仏像写真集を買ってしまったというお話をしたいと思います。仕事柄ですね、いろんな見仏に出会う機会が多いんですけれども、どうしても奈良県内に偏りがちなんですね。 全国の仏像に詳しい方とか、何百何千の仏像を来訪したという記事なんか見ますと、いいな、すごいなと思うんですけれども、まあ、割と一回二回拝観したぐらいだとすぐ忘れちゃうんですよね。ですので、もうすり込むというか、見ほどきには何度でも会いたい、定期的に会いたいという派閥でございます。不思議なもんでですね、 行くたんびにその都度見方が変わったり雰囲気が違って見えたりそれまでは気づかなかったことに気づいたりするんですよねそんな私がですね滋賀県にあります戸岩寺さんというところに行ってきましたここには国宝の十一面観音様がいらっしゃいます実は今年2024年 国宝の十一面観音様、七体を巡るツアーをしようと思っています。で、その下見で出かけたんですね。奈良以外で目的を持って御仏に会いに行くのは久しぶりなんです。奈良は古代の都平城京があった場所ですので、仏教がとても盛んだった時代の名残が残っています。ですので。すの 素晴らしい御仏が多いんですよ特に仏教に信仰を寄せた天皇とか貴族たちがその財を投じて作らせたのでとんでもなく質がいいんですねそして豪華ですそして戦争が少なかったために現在まで無事に残ってくれているところが多いんです 滋賀県のことは実はよく知りませんで、でも関ヶ原をはじめとした交通の要所が近いという土地柄から戦乱に巻き込まれることが多かったようですね。お目当ての都ん寺の十一面観音様も一時地中に埋められて難を逃れたということがあるようですので、戦争の被害というのはかなり甚大だったんでしょう。 そんな滋賀県都岸寺御仏に対面して、えー、参りました。驚きました。これまで私が拝観してきた御仏のいいところがすべて入ってるような入れ立ちだったんです。柔らかな衣、体の線がよくわかる造形、見る角度によって表情を変えるお顔、そして他の十一面観音様には見られない 11の顔の造形がありました。一目見て息をのんでですね、360度回って、その都度おろ驚きがある素晴らしい見仏だったんです。特にお顔の横にある2つの顔の土台になっている首が、なんとも力強くって、これまでの11面観音様のイメージを根こそぎ変えるような印象がありました。 すごいんです。すごい御仏でした。もうこのとがんじの観音様の良さというか素晴らしさ、凄さを語り続けたら、もう一日中語れる気がするぐらい、とんでもなく凄かったんです。素晴らしかったんです。生まれて初めて御仏の写真集を買いました。私はいつもですね、その仏像の生い立ちとか、学術的なことが知りたいと、 そういう研究書のような類はよく買うんですが、初めてそのお姿を身近に残したいと思って写真集買ったんですね。それぐらい素晴らしかったんです。都岸寺への見仏を求めるツアーは2024年7月15日、月曜日で祝日、この日に開催する予定です。もし興味がある方がいらしたら、詳細お伝えしますので、 公式 LINE やってるんですけれどもこちら使って、えー、チャットができますのでメッセージいただければと思いますほなあとは安定頼んます